それじゃあ。はい。それじゃあ。特技？そうね。弟の世話をしてるから、料理、洗濯、家事全般は得意かな。そうか。ちょうど7歳ぐらい。もう最近やんちゃで困ってるの。なかなか言うことを聞いてくれなくて。なるほどな。どうすれば言うことを聞いてくれるのかな。甘やかしすぎなのかしら、私。そうなの。でも怒ったら嫌われちゃうんじゃないかって思うと少し怖くて。真島くん、そうね、私勇気を出して叱ってみる。真島くんも、もし私が仕事で何か良くないことをしたらきちんと叱ってちょうだいね。ああ。それじゃあ。趣味？そうね。私、今まで運動はあまりしてこなかったんだけど、最近ウォーキングを始めてみたの。え？ウォーキングは、まあお散歩みたいなものね。私昔から病弱で、お医者さんから激しい運動はしたらダメって言われてきたの。でもこの仕事は体力も必要だし、軽いウォーキングくらいなら大丈夫かなって思ってね。ほう。体力がないせいであまり錬金もできてないから、これ以上足手まといにならないようにしないと。でも少し無理するくらいじゃないと足を引っ張っちゃうし。真島くん。一緒にやりましょう。楽しそう。そうやな。子供の頃の夢？あったよ。漫画家。ん？うん。もともと絵を描くのが好きだったから。学生時代までずっと目指してたの。まあ最後は諦めちゃったけどね。漫画を読むのが好きだったのが一番の理由。私、漫画って本当に素晴らしいと思うんだ。あのワクワク感がたまらないというか。なるほどな。え？真島くんでも子供の頃は漫画とか読んでたの？なんだかイメージと違ってがっかり。おいおい。それじゃあ。苦手なことか。そうね。私、騒いだり盛り上がったりすることが苦手。大声を出すことにも少し抵抗があって。なるほどな。
でもこういうお仕事だし、盛り上がるところはちゃんと盛り上がった方がいいわよね。私にできるかな。いいのかしら。ああ。確かにそうね。私一人で何でもできるようにならなきゃって思ってたけど、みんながいるもんね。お互い支え合って。真島くんは素敵な考えを持ってるわね。ちょっとキュンとしちゃった。うん、うん、はい、お疲れ。それじゃあ、はい、それじゃあ、好きな男の人の条件？そうね、私仕事一筋って感じの男の人が好き。ほう、うん、その代わり料理や洗濯掃除とかは全部私がやりたいの。なるほどな。ありがとう。そうよね、古臭いって言われるかと思ってたんだけど、嬉しいわ。そうね、確かに家庭と仕事の両立もいいと思うけど、やっぱり男の人は仕事に全力で燃えててほしいな。真島くんみたいに。どうや？誰にも話したことないんだけど、私実は声フェチなの。え？そうそう、私低音で深みのある声が好きなの。なんていうか、耳が幸せになるの。本当？そんなこと初めて言われた。でもやっぱり声を褒められるって嬉しいわね。そうやな。そんな日が来たら私ウハウハだわ。はあ、想像しただけで楽しみ。ん？そういや、
どうだろう。私がどうなるというよりは、相手がすっごい甘えてくる感じになるわね。なるほどな。そうなの？自分ではよくわからないけど。どうや？真島くんったらかわいい。男の人ってみんな甘えん坊さんなの？なるほど、男の人も大変ね。そしてお家に甘える相手のいない男の人がこのお店に来るってわけね。そうやな。了解です。私も好きな人の前ではついつい甘えちゃう時はあるわよ。ほう。言わなきゃダメ？その恥ずかしいな。絶対誰にも言わないでよね。私好きな人の前だとたまに猫言葉になっちゃうことがあるの。え？そうかな。なんていうか、その恥ずかしい時に照れ隠しで使っちゃうの。なるほどな。始めようか。負けないからね。
それじゃあ、はい、それじゃあ、そうね、じゃあ真島君、子供は好き？え？うん、前にも言ったけど私、年の離れた弟がいるじゃない？だから子供好きが気になって。なるほどな。真島くんはすっごい怖いおじさんだもんね。あー、おかしい。おいおい、わかってますって。でもうちの弟なら大丈夫だと思うよ、きっと。ぜひ会ってみて。楽しみ。それじゃあ、そうね、じゃあうちの弟と会った時、弟に何か教えるとしたら何を教える？え？やっぱり女の私だけじゃ教えられないこともたくさんあるし、男同士の真島くんにいろいろ教えてほしいなと思って。そうやな。なるほどね。どんな内容なの？欲しいな。次は何を聞こうかな。おいおい、違うわよ。聞きたいことがありすぎて悩んでるの。まったく。本当です。じゃあ真島くんは年上と年下どっちが好き？まあなんだか嬉しいわね。なんで年上がいいの？色って何？え？ふーん、じゃあ
私も年上だから真島くんにいろいろ教えちゃおっかな。じゃあもう一つ恋愛系で質問いい？真島くんってどんな子が好きなの？え？うん、真島くんのそういうの傍から見てるとさっぱりわからないから。やっぱり元気で明るいとか？じゃあ、あんまり元気じゃなくてちょっとおっとりした子も好き？そうやな。やだ、何言ってるの真島くん。もうもう意地悪。でもちょっと安心。え？別に何も言ってないわよ。よくのネオン
モン深夜12時半過ぎたって僕らのラブマジックは時計はしない。おいで召しませお姫様、毒のリンゴを食べて眠っちゃいそう。それじゃあ、はい、そういや、昼間は弟の世話や家事があるから、働くとしたら弟も寝てる夜の方がいいかなと思ったの。それに夜のお仕事の方がお給料もいいし、親の借金の肩代わりとかしててお金が必要なの。なるほどな。心配してくれてありがとう。でも大丈夫、家族のためなら頑張れるし。弟には不自由させたくないからね。そのためなら多少のことならへっちゃらよ。そうか。なるほどな。そう言ってもらえると少しほっとするわ。ただ不安に思ってることがあって。ん？その優太が大きくなって私の仕事を知った時、ひょっとして、いや、きっと私のことを軽蔑するに違いないってそう思うの。え？やっぱりこのお仕事って社会的な偏見もまだ強いし、あんまりいいイメージがないじゃない。弟の優太も大人になって私の仕事が分かったら、きっといい風に捉えてはくれないんじゃないかなと。本当にそうかな。
真島くん、そうだね、私が弟を信じきれてなかったのかも。前向きになれそう、ありがとね。そういや、欲しいもの？そうね、やっぱり父親かな。え？うん、私がお母さん代わりみたいになってるから、お父さん代わりになるような素敵な人が現れたらいいなって。なるほどな。真島くんもすごくいいパパになりそうだと思うよ。パパになると思うよ。え？うん、真島くんの家族で入れて嬉しいな。いつか私だけの家族になってほしいけど。いいえ、何も。そういや、そうね、テレビゲームをすることが多いかな。ん？うん、知らない？家のテレビにつなげて遊べるゲーム機、人気なんだよ。ああ、そうやな。あら、じゃあ今度うちの弟と遊んであげてよ。私が下手だから相手として物足りないらしくて。はい、お疲れ。それじゃあ、はい、そうだね。でも私まだ話してないことがあるの。だから今日はそれを話したいなって。ひょっとして。うん。ほう。父親の借金なの。ギャンブルにはまってしまって、そして借金を残したまま行方をくらましちゃったんだ。母が肩代わりしてたんだけど、母も病気で最近は寝たきりになっちゃって。なるほどな。うん。私の家族の問題だし、私が背負うのは当たり前だと思うから。頼む。真島くん、嬉しい。
この話誰にもしてこなかったんだけど、真島くんに話してよかったな。そうや、病院に入院してるの。もともと私と同じで体が強くなかったんだけど、そこに心労や疲労が重なって、でも倒れるまで私たちのために頑張ってくれた母を私はすごく尊敬してるの。母の娘でよかったなって、そう思う。そうだね、借金はあるし、いろいろと辛いこともあるけど幸せだと思うよ。お店にも恵まれてるし。うん、お気遣いありがとう。そういや、将来の？ああ、結婚？え、真島くんと？おいおい、あ、なんだ、びっくりした。もちろんしたい気持ちはあるけど、弟のことがあるからね。そうだ、真島くん、私にはどんな人が似合うと思う？どんな人と結婚すればいいかな？そうやな、なるほど、器の大きさか。そういう意味では真島くんなんかぴったりかもしれないね。もう本気にしちゃうよ。ううん、とっても楽しかった。それに真島くんと話していて、改めてこの仕事に誇りを持てるようになったよ。え？うん、借金を返すために泣く泣く始めた感じだったから、正直今まであまりこの仕事に誇りも愛着もなかったんだ、私。でも真島くんの情熱やお店への愛に触れるうちに、私もどんどんこのお仕事が好きになってきたみたい。昔は隠したりしてたけど、今なら胸を張って私はキャバクラで働いてるって言えるよ。いえいえ、こちらこそ。これからもずっとよろしくお願いね、真島くん。疲れ。